キングアタクースア川キングアタクースア川は、グリーンランド中西部の結果アタ群の同じ名前の渓谷にある川であり、これはカンゲルルススク地域の主要河川である。これの水源は、グリーンランド氷床から流れるラッセル氷河からの大量の通る水の流れである。この流れのほとんどの部分は、非常に広く上流では 2km になる。気候はごく少量の降水量のある局地性。 大陸性気候である。ラッセル氷河の南の基底部からのいくつかの通る水の流れがキングアタクースア川を形作っている。谷は3 1トルの長さであり、東北東から西南西に流れている。北の方は露出して不毛で平らになったアクリアルシアルスクの尾根が境界となっている。南の方は渓谷は一連のツンドラの山脈により区切られている。 この山脈は、タセルスアツシアープキンギネラを頂点とし、カールソルスアクの低くて、広い尾根の北の斜面になっているカンゲルルスアーク、近くで途切れている。峡谷の低い部分は、北側のアクリアルシアルスクオネと南側のカールソルスアクオネの挟まれる峡谷で狭くなっている。その部分で峡谷が、タセルスアツシアクことアンマローツプヌアー高原から、分けられている。 主な支流はアクリアルシアルスープクーア川である。他にもっと北の方にラッセル氷河からの支流がある。カンゲルルスアークのアメリカ軍のブルエウェストエイト基地の管理している頃は合流点を過ぎた川の流れの低い部分はワトソン川と呼ばれていた。合流点は氷河性の微粒さの平原を伴う氷河性、戦場地となっている。この川の川口付近は 非常に狭くなっており、ほのずな採設物を放出し、速い速度で岩を突き抜けて流れる。そして、続いて、カンゲルルスアーク共湾の端に、竜砂の小島が作られている。キングアタクースア川とアクリアルシアルスープクーア川と、合わさった流域の面積は6280平方キロメートルである。これには、氷床の下の流域も含んでいる。この川は、 夏に時には大きく氾濫することがある。2007年8月31日、ラッセル氷河近くの湖を溢れ出した氷の溶けた水が氷の石を破って後に洪水を起こした。ありがとうございます。